はい、こんにちは、ともチャンネルです。今日ね、ちょっと一連の流れでブックオフね、茂原のブックオフに行った時にね、とあるものを見つけてきたので紹介していきたいと思います。シャープの電子ノート、WG-N20-W というね、型番のものです。そしてこれがね、本体ですね。はい、そんでこれはね、シャープが出してる電子ノートということで、あ、そうそう、ここにね、USB 充電なのかな、これちょっとよくわかんない。でこの中には充電器らしきのものは入ってなくて、なんかね USB マイクロ B に対応してるらしいんですよ。だからこれはこれでまた後で買ってこないといけないんですけども、とりあえず電源がね、充電されていましたので電源オンにしていきます。これですね、ペッと、はい、起動中です。そして暗証番号を入力ということでね、暗証番号、はい、暗証番号も入れたので、これで起動しました。一応ちょっとこれどんなものかと思ってね、使ってみました。でこのノートはね、いくらでもっていうか200冊だかな、100冊だかな、そのぐらいまで増やせます。で1ページというよりは全体で2000ページまで、手書きメモをね、こうやって増やすことができるんですよ。これ今手書きメモかな、ちょっとね斜めから見るとこの液晶見えないんですけど、そうですね、手書きメモの中にこういったね、いろんなテンプレートあります。これはチェックの入るテンプレート、あとね便箋とか方眼紙とかね、いろいろあるんですよ。大きさを決めたりね、何もない、テンプレートもあるし、そういったことでね、紙と同じような感じで感覚で使えます。あ、来た、飛んじゃった。でページもね、1ページって書いてあるんだけど、これ増やせるんですよ。あ、これラインの、これじゃないな、あれ、どうやって増やすんだっけ、ちょっとこの辺ちょっといじってるとね、増やせたんですけど説明書も読まないんでね、いろいろいじっていくとね、このページ本のね、一冊の中にページをいくつも増やすことができます。で しおりが挟めるので、好きなところにチェックを入れといてね、後で見返すというやり方もできます。で私がこれなんで買ってきたかというと、インターネットにね、つなげられない端末だからです。パソコンにはなんかつなげてデータのやり取りはできるんですけど、インターネットにつなぐ必要がない、もし、つなぐことがない、端末だったんでね、結局インターネットにつながらないということは、データを吸い出すために必要なね、ルートがないということでね、まあ安全を確保された、端末ということです。しかも手書きでね、書けるということでね、まあ操作しやすいなと、直感的に分かりやすいなということで、こういったものを探したわけなんですね。でこれ何に使うかというと、いろんなところで ID とパスワードなんかね、こう新しく出てくると思うんですよ。でその都度その都度ね、ID パスワードなんかをこう考えていくと、なんか似通ったパスワードとかになって、しかもそれをね、そのうち忘れてしまうんですよね。こういったものにこう書き込んでいくと、まあ、忘れることもないし、もしねアカウントじゃないや、暗証番号を変える時でも、これピッと消して新しくこう書き加えればいいだけなんですね。しかもこんな感じで、今あれになってた、マーカーの消しゴムになってた、はい、これでね、こんな感じで絵が描けるわけなんですね。絵を描くわけじゃない、こうやって文字を描くね。この線の太さもね、いろいろ変えられますので、ね、見やすいところで、まあ、自分の好みで描いていけばいいのかなと。で結局暗証番号と ID をね、こう管理していくのに、こういったものでね、管理していくと、これちゃんと消せるんですよね。これちゃんと消せるんです、こうやって。だから必要なくなったらこうやって消して、新たに書き加えればいいだけで、で
これデータをねパソコンに取り込むこともできるんですけども、別にわざわざ取り込む必要もないんでね、私の場合このまま使おうと思ってるんですけども、こういったことでこういろんなパスワードをね、まあ、手書きになるんでね、汚い文字 だとわかんなくなっちゃうかもしれないんだけど、まあ、ちゃんと書けば、こう綺麗にね、そして変わアドレスなんかも変わった時なんかこう消してね、ちゃんと書き加えることができますので、これはまあいいんじゃないかなと、まあ、もちろんねあのキーボードでこう打っていけば綺麗には見えるんですけども、やはりその辺ちょっと使い勝手的にワンテンポ遅れるな、っていうことで、やはり手書きのものが一番いいのかなと。で書いていくとねこう分かるんだけど、すごいあのこの液晶のねざらつきじゃないんだけど、なんか実際の紙に書いてる感覚に近いようなねこうあれなんですよね。だからこうやって書いてても何ら違和感ない、滑りすぎない、そして引っかかりすぎない、絶妙なところでね書けるんですよ。でチェックもこうやってねやって、でこの辺なんか、まあ、私が今これ出したのはこういったチェックシートなんで、まあ、こういうのも全部ねチェックで使えるということなんですね。でこのバッテリーの持ちもなんかね2時間1日20分だったかな、2時間だったかな、なんかどっかに書いてあったけど1ヶ月ぐらい持つんです。それ で充電は1ヶ月に1回すればいいだけなんでね、それ考えてもねかなり手間はかかんない、そして液晶は液晶でね、書きやすい、そして見やすい、まあ、実際今バックグラウンドに光がないんでね、暗いとこだともしかしたら見えないかもしれないですけど、まあ、十分部屋の明るさで見えますのでね、これはもういいものを買ったなと。あ、ちなみに値段がね2980円でした。なんかアマゾンとかで見たらね5000円近くしてたんでね、あこれは安いからいいかなということで、購入しました。まあ、これでね、アカウントなんかをずっと管理していこうかなと思っているんですけど、これに移し替えるのが大変だなという気はしてますけどね。まあ、でもインターネットにつながった端末で管理しているよりはマシかなというところですね。はい、ということでね、今回はブックオフで購入してきた、シャープの WG-N20W ってやつねを紹介しました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。1枚。